皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、こちらのニコンの Z1728 の F2.8 のレンズを使って、朝方にですね、風景写真撮ってみたりとか星空の撮影してみたりっていうところをやってきましたので、このレンズちょっと気になるなって方は参考にしてみていただけたらと思います。風景写真もしくは星空写真撮りたいんだけどもどういうレンズがいいのかなっていうところで、よかったらこのレンズ参考にしながらですね、もし気に入ったら購入してみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、こちらのレンズなんですけども1728の F2.8 のレンズですね。こちらがですね、先日、この3本のレンズ1728から70-180のレンズ3本揃えると、焦点距離いろいろ変わはできますよっていうところの動画出してるんですけども、よかったらそちらも参考にしてみてください。今回ですね、その中で1本のレンズ、こちらのレンズをピックアップしてお話ししていきたいと思ってますし、どういう写真が撮れたのかっていうところを参考にしてみていただけたらと思います。もしね、星空撮影とかちょっとやってみたいなとかですね、風景写真でいい感じのレンズないかなって思ってる方はですね、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。はい、じゃあ早速ですね、これ使って、夜中2時半ぐらいにですね、2時ぐらいに起きて、ちょっと撮影に行ってみようと思って、星空の撮影しようかなというふうに思って、撮影しに行っております。天の川を撮りたかったんですけども、2時半はですね、水平線ぐらいのところだったので撮れなかったんですよね。今度はちょっと天の川を目指して撮影しに行こうかなというふうに思っております。はい、で今回は天の川は撮れてないんですけど、星空は結構撮れてました。ただ、雲がまあ多かったので、その分で雲も映り込んではいるんですけども、星空も結構綺麗に撮れてますし、朝方のですね、綺麗なマジックアワーなんかもですね、撮れてますので、その辺もよかったら参考にしてみていただけたらと思います。今度ね、天の川はリベンジでちょっと撮影にしに行きたいなというふうには思っております。まずですね、この1728のレンズ、どういうレンズなのか、スペックを軽くお伝えしていこうかなというふうに思ってます。焦点距離が17から28ミリになっております。ここのフィルター系がよく使われる67ミリになってますので、67ミリの ND フィルターとか持ってる方は結構使い回しができるかなというふうに思います。あとはですね、最短撮影距離っていうのが焦点距離17ミリ、一番広角帯の時ですね、この時に 0.19m で、焦点距離が一番長い 28mm にした時に最短撮影距離っていうのが 0.26m になっております。まあ寄って撮影できるレンズになってますね。重さが 450g、 F 値がですね、開放 2.8 から22まで、その幅を使って撮影することができるレンズになっております。はい、価格がだいたい16万5000円ぐらいだったかな、そのくらいの価格だったと思います。はい、これニコンダイレクトなので、はい、だいたい16万円前後ぐらいの価格だと思ってください。はい、このレンズを使って今回ですね、夜中早く起きてですね、撮影してみたので、よかったらですね、その動画見ていただけたらと思います。皆さん写真ライフ楽しんでますか？今ですね、こちらの Z8 とレンズが1728の F2.8 のレンズをつけて、夜なんですけども撮影しております。ちょっとこの星空撮影見えるかな。今ですね、星空を撮影しに来てるんですけども、あっち側がちょうど天の川があるんですけども、だいぶですね、ちょっと雲が出てきてしまって、ちょうどこう天の川があるところが雲が出てきているんですよね。もうちょっとで夜明けなので、夜明けの写真も撮っていこうかなというふうに思ってます。で今回 Z8 と、1728 F2.8 のレンズを使っていろいろちょっと撮影をしていきたいなというふうに思っております。真っ暗でめちゃくちゃカエルの音がですね、してますけれども、どういう風なものが撮れるのかっていうところですね、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。はい、今設定がですね、こちらですね、シャッタースピードは20秒で F4 で ISO 感度が1600に設定しております。これで撮ると、はい、こんな感じですね。
だいぶ雲が多くなってきましたね。でピントはマニュアルで合わせてます。こういう風に拡大をして星があったらピントリングを回して星が点になるところで止める。なんかな。これでシャッターボタンを押して撮るっていうところですね。やべえ、今 UFO らしから UFO らしきものを見たかもしれない。え、ちょっと待って、はい、いかがだったでしょうか。まあ、いろいろですね、撮影しております。まあ、星空をですね、とりあえずメインで撮影しに行って、天の川を撮ろうと思ったんですけども、水平線のとこぐらいのですね、高さだったので、今回はですね、ちょっと天の川を綺麗には撮れなかったんですけど、別の機会にちょっと撮りに行ってみようと思います。で、そんなに真っ暗なところではないんですよね、今回撮ったところが。まあ田舎の方ではあるんですけども、まあ、そこそこ民家がある場所で撮影してますので、そんなに真っ暗ではないので、もうちょっと山の上の方とかにですね行って撮影すると、まあ、浜の川は綺麗に映ったりとか、もう真っ暗なところで撮影すると綺麗に撮れたりもするので、まあ、そういったところをちょっと目指しながら今度はですね撮影しに行ってみようかなというふうに思ってます。それでも結構ですねいろいろ撮影できてますし、まあ、朝日が昇る前のマジックアワーなんかはすごく綺麗にですね、まあ、撮れてますし、広角を使うことで、まあ、いろんな情報を入れながら撮影することもできる。この風景すごくいいなって思ったものをこう切り取ることができる。どうしても標準とか望遠になってくると、もう一部分だけの切り取りになってくるので、自分が見たまんまのなんか感想を伝えるっていうのはなかなか情報として難しいんですけども、ただこういった広角、超広角になってくると、あ、この風景が伝えたいなっていうものをですね撮ることができるので、その分ではですねこういった広角っていうのは面白いレンズになってるかなっていうふうに思っております。まあ、いろいろ撮影してるわけですよ。まあ、朝方になって太陽がですね昇り始めて、なんかこう綺麗だなって思うところもいろいろですね撮影してますし、あとはですねちょっと雲の流れとかそういったものもですね撮影してますね。ちょっとタイムラプスですね撮ってますので、よかったらそちらもご覧いただけたらと思います。はい、こんな感じで、まあ、タイムラプスも使いながらですねいろいろ撮影してみて面白かったですね。朝方は結構やっぱり朝早く起きるの結構辛くなってきてはいるんですけども、
うん、まあでもこれを撮れるって思ったら朝早く起きる価値はあるのかなっていうふうに思ってますし、でその朝早く起きて撮るっていうのが報われるレンズがこの17-28のレンズだったかなっていうふうに思ってますね。まあ、比較的ですね安い方だと思います。この広角レンズで17-28で F2.8 で16万っていうのはかなり安い方だと思うので、まあぜひですねこのレンズ使ってみていただけたらと思います。まあ伸びないんですよこれズームしても、うん、インナーズームレンズになっているので、この辺もですね結構おすすめポイントかなっていうふうには思ってます。まあ、皆さんもですねぜひこういった広角レンズ、超広角レンズを使って風景写真とか、もしくはポートレートでも使えたりとかもしますし、もしくはですね星空撮影とかいろんな撮影にですねチャレンジすることができるので、まあ、ぜひですねこういったレンズ試しにですね1本買って、使ってみていただけたらと思います。まあ、ニコンのカメラ面白いんでですね、ぜひこういったいろんなレンズ使って広角、超広角も面白いですし、望遠も面白いですし、まあ、もちろん標準域のですねレンズなんかも面白いですし、めちゃくちゃ明るいですねレンズなんかもここにですね 85mmF1.2 とかもですね、このまばっかでかいのがありますけどね、こういうレンズもですねあったりして結構面白い。これ今度レビューしたいと思ってますので、よかったらその辺も参考にしてみていただけたらと思います。まあ、今回この17-28の F2.8 のレンズをですね、まあ、ぜひ私使ってみて面白かったので、星空撮影とか風景撮影ですね使ってみて面白かったので、よかったら皆さんも、まあ、こういう写真が撮れるんだっていうところで、参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけでですね今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of